清塚信也がパーソナリティでお送りしております。清塚信也 X タイムラジオ、ここからは明治チョコレート効果とコラボしたコーナー、チョコレートコネクト。ああ、ちょっと不思議な感じだね。幻想的。チョココネです。チョコレートとともに心も体も豊かなひとときを送れますように、リスナーの皆様と私と音楽とコネクトいたします。5月のテーマは子供にまつわるお話ということで、子供にまつわるお話メッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームマナティンさん、元彼が子供すぎて先日別れました。そっちの子供ね、うん、粋な使い方するじゃない。二人で居酒屋に行ったら、他のテーブルに友達を見つけたようで、そっちの席で飲み始め、ワイワイしてて、私はほったらかしにされました。一緒に行ったらいいのにね。なんでだろう。二人でサッカーを見に行った時は、点が入るたびに跳ね上がって喜んで、子供みたいで可愛いなって思ってたんですが、今回の件では気遣いできず、子供好きすぎるだろうと思って何も言わずに帰り、 LINE で別れを告げました。お送りいたしましたのは即興お別れでございます。まあね、どうなんでしょうね。今までのことが蓄積した結果なのか、それともマナティンさんは結構神経質で、そういうことにね、自分をないがしろにされることに関して、もしくは人が人をないがしろにすることに対しての、まあその尊厳のなさというか、まあ非常に私も良くないことだと思うんですけど、ただ一回ね、しかもお酒の席でしょ？で他のテーブルに友達を見つけて、まあ、それが男性か女性かにもちょっと寄るとこもあるかもしれないけど、同性のお友達とかを見つけて、ワイワイしてたなら、まあ酔っ払っちゃってんのかなとか、一言失礼じゃんとか、寂しいんだけどとか警告があってもいいかなと思うんだが、まあしかしそれが初めてだった場合かな。それだけじゃなく、いつも割とそういう身勝手な行動で尊厳をくじかれてしまっていたなら、これがトリガーになって、もういいですってなるのはいいんだけど、わかるけどね。ただまあ、これ一回きりで子供すぎるだろうって帰って LINE で別れるっていうのは、相当マナティンさんは傷ついたということなんだろうけどね。まあ確かに良くないよね。一緒にね、二人きりでいたんでしょ。だからね、それはまあ確かに傷つくんだけど、しょうがねえなっていう、なんかそこのね、余白の部分みたいのがマナティンさんにないのは、もしかしたらいろんなことが蓄積してのことかもしれない、もしくは相性がとても悪いかもわからないね。だからどちらにしろ仕方なかったかもしれません。はい。なんで苦い思いは全部、チョコレート効果に託して、
次行きましょう。そこはね、うん、今のこれがこのメジャーに、変わる日がすぐ来ますんでね。はい、ということでマナディンさん、あまり気を落とさずね、そして悔しいとかムカつくとかそういうネガティブな気持ちは、はい、チョコレートとコーヒーと一緒に流してしまってください。前向きに生きていきましょう。さあ、ということでマナティンさん、ありがとうございました。今日メッセージご紹介したマナティンさんには明治チョコレート効果をお送りいたします。番組では引き続きメッセージを募集しております。5月のテーマは子供にまつわるお話、ね、実際のお子さんとか自分の子供時代、今日みたいにね、彼氏が子供すぎるんですけどっていうね、面白いね、使い方ですね。日本語って面白い。さあ、皆様のエピソードお待ちしております。それではここで動画配信限定のキーワードプレゼントです。明治チョコレート効果5個セットを毎月5名様にお送りいたします。5月のキーワードは無邪気。無邪気、無邪気って使うかな、若い人わかる意味。無邪気、はい、漢字で無邪気と送ってね。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。清塚信也 X タイムラジオ。ここで明治から耳寄りなお知らせです。健康を考えるあなたに、高カカオチョコレート市場売上ナンバーワン、明治チョコレート効果のご紹介です。今たくさんの音色を奏でました。明治チョコレート効果にはカカオポリフェノールが、この綺麗なピアノの音色のように非常に多く入っております。カカオ 86% の場合、100g あたりでいうと、あのポリフェノールの代名詞赤ワインのなんと約16倍。さすがチョコレート効果。カカオポリフェノールは体に留めておけない成分なので、ちょこちょこ取るのがおすすめです。美と健康を考えるあなたへ、明治チョコレート効果、ぜひお近くの取扱いスーパー、コンビニでお買い求めください。